自分に失望しました。元太、お前ここからどうやって活動していくつもりやって、お前が本気で魂を込めて歌っとる歌は俺の心には届いた。その夢はファッションにすんなよ、中途半端にすんなよ、薄っぺらか人間であんなよ、絶対に助けてやるけん、夢をファッションにすんな、本気で向き合え、全力で生きていけ、全力でその夢と向き合え、そこまで言ってもらえて涙の出るほど嬉しくて。皆さんこんにちは、森源太です。今日はお家で源太の講演会第9回目ですね。今日はママチャリで日本一周の旅は経て、そっから自分の歌だけで生活していくと決めるきっかけとなったある人の言葉、その時に決めたこと、そのお話をさせてもらいますね。ママチャリの旅の中である一人の人生の師匠となる方と出会いました。日本一周の旅は終えた後ね、しばらくその師匠が大阪の方に住んどらして、その師匠の大阪のお家に寝泊まりさせてもらった時期とかもあったりしながら、である時ね、兵庫県西宮市っていうところのある駅前で歌えたとね、自転車で日本一周しよる途中でその駅前で歌いました。たくさんの人が立ち止まって聞いてくれて、めちゃくちゃここは相性よかな、この場所はっていう感じの場所やったとね。その同じ場所で日本一周し終わった後に、同じ場所でストリートライブしてみたとね、同じように日曜日、同じように昼間の時間、同じようにたくさんの人たちがおる。変わったものは日本一周していますの看板がなくなったこと、自転車がなくなったこと、歌っとる人間、歌っとる歌はもちろん一緒。その駅前で歌った時、一日歌ってお客さんはゼロやったとね。日本一周しよる時はたくさんの人が立ち回って聞いてくれたとに、日本一周の看板がなくなった途端、一人の人にも見てももらえんかったとね。その時に自分に失望しました。がっかりしました。ああ所詮自分はこんなもんかと、砂利でママジャで日本一周しおる今日も縛ってもらっとっただけで、自分は所詮こんなもんかと、情けなかなって失望しました。その出来事のあってすぐその師匠とね、二人で飲んでいろんな話をしよったとね、その人のお家の縁側に座って、その時師匠が言うてくれました。その言うてくれた言葉が人生を変えてくれました。師匠に聞かれたとね、源太お前ここからどうやって活動していくつもりやって、その時ねドキッとすると、やっぱりいやーやっぱりこの間実はその西宮の駅前で歌ってみたら誰にも聞いてもらえんかったとですよって、やっぱまだまだって思うけんが、アルバイトはしながらオーディションを受けたりとか、ライブハウスのイベントのライブに出たりとかっていう活動をせんもいけんかなと思います、してみようかなと思いますって、東京で自転車で日本一周の旅に出る前にしよったやり方はもう一回してみますって言ったとね、というかそれしか浮かばんかったとね。自分に自信も何もなくなった。ママチャリで日本一周しよった時はたくさんの人に聞いてもらえとった、でもそれは結局日本一周しよった件であって、自分という人間にはまだ何も足りとらんって自分に失望した時やった件ね。そしたらその人が言ってくれたとよ、あんなって言って、源太お前が日本一周しよる時に出会ったと、初めて聞いた時こいつは歌が上手か下手くそか俺は分からんけど、こいつはなんか一生懸命自分の言葉で歌おうとしよる、自分の思いを伝えようとしよる、その姿に感動した。
にすんなよ。薄っぺらか人間であんなよ。お前の歌は心に響いた。ちゃんと人の心に響くけん、夢ばファッションにせんために、今決めれ、アルバイトせんって決めれ。お前の歌は心に響くって言ってもらえてむちゃくちゃ嬉しかった。ただアルバイトせんっていう選択肢のね、なかなか考えきらんかったとよね。その時に言ったとさ、いやバイトせんかったら生活できんですよって。いやいや、でもでも、だってだって、ごにょ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 もうずっとできん言い訳ばっかりしとったら、その人がね言ってくれたと、ああもう分かったと、今ここでもうアルバイトはせんって決めろと。お前の1時間はいくらで売れるとや、自分の歌だけで食うために本気でやってみろと。もし失敗しても絶対に助けてやるけん、夢をファッションにすんな、本気で向き合え、全力で生きていけ、全力でその夢と向き合え、その結果の失敗は全部助けてやる。そこまで言ってもらえて涙の出るほど嬉しくて、自分なりに考えたやり方はその時からやってきました。次回第10回目は、さあどうやって実際に自分の歌で食べていくためにいかに行動したかのお話はさせてもらいます。今日も聞いてくれてありがとうございます。こうやって自分なりに歩いてきた道のりはお話しすることが、一人でも多くの人の人生のお役に立ったら嬉しかな。特に今日の話だったら、夢っていうものがある人にある時に、なんか自分がやれたかなって思うことに向き合う、向かっていく、決める、その背中を押す力になったら、きっかけになったら幸せです。いつも聞いてくれてありがとう。それではまた次回お会いしましょう。健太でした。森源太 TV。涙で